21世紀、21世紀、21世紀とは、西暦2001年から西暦2100年までの100年間を指す世紀、3000年期における最初の世紀である。2011年には国連による世界人口の推計が70億人に達した。今後については多くの予測で、21世紀中に世界人口がピークを迎え発展途上国にも、 高齢化社会が到来すると分析されている。急激な文明の進歩の途上で発生した問題が山積している。現在、解決に向けた取り組みが世界各国で行われている。20世紀から21世紀にかけての人口の増加と人間活動の広がりは地球環境への負荷を非常に大きなものとした。豊かな生活と環境負荷の軽減を両立させるために、 新たな環境技術開発が絶望されている。また、20世紀後半からの医学、生物学、生命工学の発展は著しく、再生医療や遺伝子治療の実用化により、今まで治ることのなかった病気や老化による触りを、治すための研究が進められている。技術進歩を、人間の寿命の大幅な延長や、肉体機能の拡張に利用しようという動きもある。 トランスヒューマニズム。一方、社会の高齢化と、相まって、医療費の高騰も心配されている。携帯電話やパソコンによるインターネットは、テレビラジオ CD、新聞など、既存のメディアを取り込んで急速に情報化を進展させている。これにより、インターネットに接続されたコンピュータの数が増加すると、共に IP アドレスの不足が深刻化しつつある。これに関しては、 ユビキタス社会の進展に伴って今後 IPv4 から IPv6 への移行が進められている。また近年ではコンピュータウイルスや不正アクセスによる被害が深刻になりコンピュータセキュリティ上の問題が重要視されてきている。2000年代以降のコンピュータとインターネットの普及によりビッグデータと呼ばれるほどの巨大な情報が毎日のように生み出されるようになった。 さらには IoT、M2M 技術の進歩により現実世界のデータが高精度にサンプリングされてインターネット上に流通するようにもなった。そのような巨大な情報は人間のみでは十分に利活用しきれないため、高性能なコンピュータクラスターや人工知能の産業への応用が急速に進展している。特に2006年に提唱され2012年以降に普及した。 ディープラーニングによって人工知能の応用範囲が大幅に広がったことが大きな契機となった。このまま研究が進み人工知能に関わる技術が進歩した場合にはある時点で人工知能の思考能力が人間の頭脳の思考能力を超え始めると考えられている技術的得意点の到来。未来学者のレイカー・ツワイルによると2045年頃と予測されている。 技術的得意点の支持者らによると、これを超えると、人工知能の手になる、より知性的な人工知能の開発が繰り返され、人類だけの頭脳とコミュニケーションの速度では、不可能なほどの超過速度的な科学技術の進歩が始まるとされている。2012年にカーツワイルが Google に招致されたことや、同年にディープラーニングの応用が急激に広がり始めたことを機に、 ビッグデータや人工知能という概念が頻繁にニュースや新聞記事などに取り上げられ人類はどのようにその日を迎えるべきかあるいはそもそも本当にそのようなことが起きうるのかという議論が民間でも活発に行われるようになった20世紀半ばから後半における21世紀の未来像の定番要素にテレビ電話、壁掛けテレビ、立体テレビ、電気自動車 空飛ぶ車、超高速鉄道としてのリニアモーターカー、丸みを帯びた独特なビルディングの形状や上空を通る透明のチューブ、宇宙旅行や惑星間の移動、月面基地、大規模な宇宙開発、一家に一台のコンピュータや家庭用ロボットなどがあった。本項目では2010年代までの現状と展望を記述する。2000年代は、 全世紀期末に引き続き IT 関連のテクノロジーが高度化してきた時代である。従来からのパソコンや携帯電話、2010年代前半にフィーチャーフォンからスマートフォンに移行に加え、2003年頃から、いわゆるデジタル3種の人技、デジタルカメラ DVD レコーダー、薄型テレビをはじめ、デジタルメディアプレイヤーなどのデジタル加減機器が浸透した。 こうして2000年代後半においてコンピュータはすでに一家に一台から一人一台を超え、数と多数台のレベルへと移行するまでの普及を遂げた。これらは20世紀における21世紀像を大きく上回る進化を遂げ、個々のコンピュータの性能も1980年代のメインフレームをはるかに凌駕しており、情報通信技術による社会の変化は情報革命とも呼ばれる。 コンピュータを常に身につけて利用するウェアラブルコンピューティングも2000年代に携帯電話、スマートフォンや携帯ゲーム機の普及により一般化した。ウェアラブルコンピューティングデバイスとして古くから構想されていたスマートウォッチやヘッドマウントディスプレイは1990年代にすでに商品化されていたが本格的な普及が始まるのは2010年代後半に入ってからである。また、 同時期には IoT、M2M 技術が浸透し始め、センサと無線接続機能を持つあらゆる製品がインターネットにつながり、相互に情報交換するようになるなど、指きたす社会の進化が進みつつある。家電製品や自動車などの組み込みシステムに割りちなユーザーインターフェースと無線ネットワーク機能、携帯電話回線への接続や、 無線版機能が備えられ、スマートフォンなどと連携して動作するようにもなっている。コンピュータの性能は、集積回路の微細化、ムーアの法則を主な原動力に急激に上昇し続けてきたが、2004年頃から半導体産業は、リーク電流の増大という量を知り、疫学的効果に、起因する難問に直面た集積回路を微細化しても、 以前ほどの高速化にはつながりにくくなり、コンピュータ技術は、深度やマルチコアなど、並列コンピューティングによる性能向上に舵を切った。しかし、2016年頃からは、集積回路の微細化ペース自体も鈍化し始め、ムーアの法則に牽引されたコンピュータの性能向上パラダイムは終焉を迎えつつある。このため、量子コンピューターの研究が進められている。 2020年代中には、集積回路の微細化が完全に限界に達し、従来のノイマン型コンピュータの性能向上が頭打ちになると見られており、量子の性質を利用する量子コンピュータの普及も予想されていい。一方、人工知能の応用は2010年代初頭までごく限られていたが、2012年以降のディープラーニングの普及によりその実用性が大幅に増し、 IoT により生成されるビッグデータの利活用や画像認識、音声処理や自然言語の処理、意思決定支援、自動運転車両などへの応用が急激に進みつつある。電話機はこれらをデザインした作品においても固定端末であることが多かった。しかしすでに2000年代初頭、日本においては多機能な携帯電話端末は子供や若者が個人用に保有するまでに広しし、 テレビ電話も同時期に携帯電話や固定電話で実現されている。2000年代末には iPhone、Android の登場を機にタッチパネルによる直感的な操作性とパソコン並みの柔軟な機能拡張性を備えたスマートフォンの普及が一気に進んだ。2010年代中頃からは第4世代移動通信システムの普及によって大容量の通信が低コスト化し、 固定回線同様の動画や音楽などの配信が携帯端末でも実用化した。将来的には第5世代移動通信システムへの移行に伴いさらに高速化、大容量化が見込まれる。また Google のプロジェクトルンなどの気球無線中継システムによって通信インフラが乏しい壁地でも携帯電話が使える技術が進んでいる。テレビの形状も2000年代には 液晶テレビ、プラズマテレビの普及により薄型テレビが主流になり、従来のブラウン缶型から完全に移り変わった。専用の器具を使えば当然、壁にかけることも可能である。曲げることが可能な有機 L ディスプレイも21世紀に実用化された。また、2010年代に入る 4K や 8K などの高解像度化や 120Hz や 240Hz。 などのリフレッシュレートの向上が進んでいる。また、両目視やホログラム技術などによる立体描写可能な 3D テレビ 3D ディスプレー、VR デバイスも開発されている。21世紀に入ってから、地球温暖化防止、環境保護の観点から、消費電力が多く単寿命である白熱電球の使用が控えられるようになり、 消費電力が相対的に低い電球型蛍光灯や LED 照明への置き換え進んだ。LED 照明は当初は誘導灯や常夜灯など比較的低照度の用途での利用が主であったが、2000年代末から一般照明用光源としての普及が始まり、2010年代中頃には一般用照明の主流となった。今後は有機 L 照明の登場、普及も予想されている。 20世紀末までに、ほとんどの映像メディアが電子化され、21世紀に入ってからは、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話の普及により、写真の電子化が急激に進んだ。2000年代以降、ニュースなどの情報も新聞社や個人によって、インターネット配信されており、徐々に新聞離れ、雑誌離れが起きている。漫画や小説、その他の出版物のネット配信もされているが、 2000年代までは、紙の本を置き換えるほどには活用されていなかった。しかし、2010年代に入ると直感的な操作が、できるタッチパネルを搭載した端末や、表示中に電力を消費しない電子ペーパーを搭載した端末が注目を集め、出版物のインターネット配信が急激に広がった。2017年には、電子版の漫画単行本の売上が、紙媒体の売上を上回り、 電子書籍による紙の本の置き換えが進みつつある。エネルギー分野では、太陽光発電、シェールガスなどの非在来型資源の開発が進み、新興国でのモータリゼーションの進行にもかかわらず、石油の戦略性は20世紀と比べ相対的に減少している。しかし、化石燃料の使用による温室効果ガスの排出増大傾向は続いており、 再生可能エネルギーの開発は、前世紀に引き続き重要な問題である。2003年頃からの原油価格の高騰により、2006年頃から世界各国で脱原発の目標を見直し原子力発電所の新設に火を切るなど、原子力ルネサンスと言われる動きが生じたが、2011年の福島第一原子力発電所事故により急激に新生化。 核燃料サイクルに関わる問題の解決の見通しがつかない中、原子力発電所の安全対策費用は高騰の一方で、原子力の先行きには暗雲が立ち込めている。一方で、変動型電源である太陽光発電、風力発電の普及は目覚ましく、大容量の蓄電設備、スマートグリッド技術を応用した電力供給体制の整備が急がている。一方、 温室効果ガス排出の抑制が強く求められるようになったことにより、化石燃料を燃料とする来年期間により駆動される。現在の形態は曲がり角に差し掛かっている。現に原油価格が値上がりしていることもあって、日本では軽自動車などの燃費重視型低排気量車両やハイブリッドカーが主流となり、欧州など世界各国でも抵抗外ディーゼル車、アルコール燃料、 LPG 自動車など燃費に優れた、抵抗外型内燃機関自動車へのシフトが進み、業務用途を中心に蓄電池式の電気自動車の導入も始まりつつある。この他に燃料電池車、水素自動車なども開発が進められている。情報化の波は、自動車も例外でなく、21世紀初頭において、乗用車にはカーナビゲーション、テレマティクスの装備が一般化した。さらに、 高知能自動車、スマートカーの開発が進み、高度道路交通システム、ITS と連動して、車間距離を保ったり、道路交通情報がリアルタイムで取得可能になるような技術開発が進められた。自動車の自動運転システムについても2010年代に入り、開発が活発化しており、2020年頃を目途にまずは、友人での自動運転実用化を目指している。 21世紀像としてよく描かれた、浮上可能な自動車、フライングカーも研究されている。都市鉄道においては、20世紀末より、ホームドアや自動運転の普及が続いている。郊外鉄道では、実用的な蓄電知識車両が登場し、非電化区間に電車を走らせることが可能となった。高速鉄道は、 従来の鉄輪式による新幹線において20世紀末の1997年、山陽新幹線500系の登場により、時速 300km での営業運転を開始している。速度的にも、フランスの TGV は2007年に営業運転速度ではないが鉄輪式鉄道の世界、速度記録時速 574.8km を記録した。この速度はすでに、 リニアモーターカーの最高速度の領域である。2000年代にはトランスラピッドや中速式の HSST で次期浮上式リニアモーターカーの運転が始まった。また、超電動磁期浮上式リニアモーターカーについては JR 東海が2027年をめどに超電動リニアによる東京名古屋間の営業運転開始を目指すと発表しているリニア中央新幹線 建築、特に住宅建築は、前世紀の末期から省エネルギー化の要請により、機密性能の強化、断熱構造の高度化が進んだ。1980年代以降、寒冷地から服装ガラスや樹脂砂し、高性能な断熱材が徐々に広がり、2010年代頃から温暖な地域でも一般化しつつある。機密性の強化により、 新築住宅では24時間自動換気が標準化。日本では2003年に義務化し、極寒の地でも暖房なしでも過ごせるパッシブハウスも現れた。街並みは20世紀後期以降に高層化が進み、都市部においては中高層のオフィスビルや集合住宅が林立するようになった。世界的には20世紀後期にハイテク建築。 ポストモダン建築など新規なデザインへの試みが精力的になされた。21世紀に入ってからは設計にコンピューターを駆使した CAM 脱構築主義建築がアジア圏を中心に各地で建てられており、中国や中東ではポストモダン建築や脱構築主義建築が林立する景観が見られる。21世紀に入ってからの建築における進歩としては、 戦術の CAM のほか、CLT の使用により、木造の高層建築が登場していることが特筆される。マルチコプター技術が実用化され、2010年代には人間を乗せることが可能な段階に入った。無人航空機は21世紀初頭にはすでに世界に普及し、無人航空機が人間を殺害したり、武装集団が無人航空機を使用する時代が到来した。 宇宙開発の分野は20世紀のフィクションと比べて、著しく遅れている。これは、冷戦下における、超大国同士の競争として莫大な資金を継ぎ込まれていた宇宙開発が、米ソ両国の財政状況により1970年代以降鈍化し、冷戦の終結と共に停滞したことや、宇宙速度を振り切って、大量の資材を搬送するという宇宙開発の 原理的困難が解決される見通しがついていないことが、要因に挙げられる。一方で、資材の搬送を容易にするために、赤道付近に、軌道エレベーターを建設するプロジェクトが、全米宇宙協会などにより進められている。材料にカーボンナノチューブを使用し、2031年10月27日、当初は2018年4月12日を予定していたの、開通を目指している。 21世紀に入り、アメリカ航空宇宙局、NASA は、ブッシュ大統領の宇宙政策に基づき、2020年までに、再度月面の有人探査を行い、その後に、火星の有人探査も実現するという、コンステレーション画を発表したが、計画の遅れや、予算の圧迫などを理由に中止となった。この計画では、月面基地の建設も構想されていた。一方で、 オバマ大統領は2030年代半ばの実現に向けた有人火星探査計画2010年に発表している。月より遠距離に到達可能な新型ロケットの2025年までの開発、小惑星の有人探査に続き、2030年代の火星軌道への到達、そして有人火星探査を実現するというものでや。その後、次の政権についトランプ大統領は、 月面開発を足がかりにして火星への有人探査を目指す新たな方針を2017年に表明しており NASA も2024年までに再び月面への有人着陸を目指すルテミス計画を2019年に発表しているアメリカ以外では中国が月面での有人探査と基地建設を目指しているほかロシアや欧州宇宙機関 ESA でも 友人火星探査計画が構想されている。宇宙旅行については、21世紀初頭の現在において未だ気軽にできるものではないが、複数の民間企業が企画、研究開発しており、近い将来には比較的難しくなく、数日以上の滞在が可能になるとの即もされている。5. おさむき。